ドラゴンクエスト V 天空の花嫁。ドラゴンクエスト V 天空の花嫁。ドラゴンクエスト V 天空の花嫁は、1992年9月27日に、エニックス、現、スクウェアエニックスより発売された、スーパーファミコン用ロールプレーエングゲーム。リメイク版として2004年に、プレイステーションに、イカ PS2 版が、2008年に、ニンテンドー DS、イカ DS 版が、 スマートフォン、iOS、Android 版が2014年12月12日に発売されている PS2 版をよ DS 版は後に連歌版、アルティメットヒッツとして発売された。当時のエニックスがエセニス日本国外版、スーパーファミコンに参入しなかったこともあって、長らく日本国外では発売されなかったが、2009年 DS 版が北米でドラゴンクエスト部、 ハンドオブザ・ヘブンリー・ブライドとして、欧州では、V を除いた、ドラゴンクエスト、ザ・ハンドオブ・ザ・ヘブンリー・ブライドとして発売された。以降、突起がない限り、オリジナルである、スーパーファミコン版について述べる。ドラゴンクエストシリーズ、1986年代第5作。全4作は、ファミリーコンピュータで発売されてきたが、本作は、 後継機スーパーファミコンで発売された初のドラゴンクエスト作品である。キャッチコピーは愛がある、冒険がある、人生がある。PS2 版は強き心は時を超えて。DS 版は冒険というもう一つの人生。タイトルロゴには3つの輪が描かれている。当初、1991年中の発売を予定し、エニックスが同時期に発刊していた。 月刊少年ガンガンとのコラボ企画 V の読者プレゼント企画が行われたが、制作中にメインプログラマが独立、クライマックスし、開発が難航。1992年3月、1992年5月31日、1992年8月と変更を繰り返し、最終的に1992年9月27日に発売された。この影響で、 ガンガンとのコラボ企画が大幅に縮小された当初、毎月100名だったが、途中から何の説明もなく、毎月50名に変更。具体的な発売日決定後の発売日変更は、極めて稀である。親子3代にわたるストーリーや、物語中盤に結婚という人生の重大なイベントがあることが特徴であり、モンスターを仲間にするシステムが、シリーズで、 初めて導入された。シナリオゲームデザインの堀ー二は、本作の本質は感動であり、一番の感動は、もう一つの人生を体験することだと語っている。DS 版の CM では、人生を体験できるゲームと紹介された。太陽騎種がスーパーファミコンとなり、画質、音質が向上した。また、前作までよりもストーリー重視の作風となり、 重要キャラクターの会話が自動進行するイベントシーンが増加した。また、クリア後の冒険の書、セーブファイルでいける隠しダンジョンが初登場し、最新部に隠しボスが存在する。本作は天空シリーズの2作目として位置付けられ、また、従来シリーズに共通の設定、主人公イコール勇者を覆した。魔王を倒すという使命がゲーム開始時から主人公には、 なく、最後に魔王と戦う直前までの目的は、主人公の母親の創作であり、勇者対魔王の図式は、複次的なものである。魔王の存在が明かされるのも、終盤からである。発売後、ゲームブック化や小説化、ドラマ CD 化が行われた、それぞれゲームブックドラゴンクエスト、小説ドラゴンクエスト、CD シアタードラゴンクエスト3章。また、 本作の世界を舞台とした派生漫画作品、ドラゴンクエスト天空物語、皇宮寺野が連載された。X のイベントクエストでは、本作の後日談として、プレイヤーがベラに、妖精の国へ案される。物語構成は、前作のような章立てでなく、長い年月が経過する大きな場面転換が2度あり、大きく分けて3つの時代に区別されている。 公式ガイドブックでは、主人公の成長度から、幼年時代、少年時代、青年時代前半、青年時代後半と呼ばれている。主人公の誕生、命名するシーンがオープニングとなり、その後父親と旅をしている船内からゲームは始まる。幼年時代では、子供として父親と共に冒険し、青年時代前半で結婚し、妻と共に冒険する。 青年時代後半では、父親として、成長した子供たちと共に冒険する。前作と同様、幼年時代編のマップを青年時代前半、後半にて再使用している。三つのそれぞれの時代では、同じ場所でも出現モンスターが変化しているほか、街や村の様子も変化し、人物が華麗する。本作では、キメラの翼は最後に訪れた街へ。 瞬間移動するように変更され、過去作のように移動先を自由に選択できなくなった。しかしながら、瞬間移動する呪文ルーラは本作にも登場し、従来と同様に移動先を選択して、瞬間移動することができるが、レベルを上げての習得ではなく、中盤に発生するイベントをクリアすることで、習得できる。また、大陸間にある浅瀬により海が分断されており、 船を入手して、すぐには限られた範囲しか公開できず、物語を進行していくと行動範囲が広がっていく。前作までと比べ、移動画面でのキャラクターの更新が若干大きくなり、キャラクター移動は1ブロック単位から半ブロック単位となった。また、メッセージウィンドウ内の文字が大きくなり、漢字が使われるようになり、メッセージも4行まで表示可能になった。また、 残り HP が最大 HP の4分の1以下になったキャラクターのみ、文字が木に変わり、死亡時はそのキャラクターのみ赤に表示が変わる。さらに、ステータス以上、毒や魔法統音などの表示が HP と MP の間に表示されるように、鳴る色も赤色に変わった。操作面では新たに便利ボタン機能が搭載され、会話、話す、扉開け、扉、調査。 調べるのうち適切なものがボタンを一回押すだけで実行される仕様になった。アイテム購入時は装備可能な武器、防具を購入すると同時に装備できるようになった。また移動中の作戦コマンドとして呪文を自動的に連続して使用し、全員の HP を完全回復、毒も同治療する満タンが初登場した。今作では毒、呪いに関する仕様が、 以下のように大幅に変更されている。ドラゴンクエスト E から登場した昼と夜の時間の移り変わりが継承されている。青年時代編ではフィールドを一定歩数歩くことによって昼と夜が切り替わる。幼年時代編ではイベントにより夜に行動することはあるがフィールドを歩いても夜にならない。また本作では昼夜で出現モンスターの違いはなくなった。 本作のプレイヤーキャラクターには人物キャラクターと主に戦闘後に仲間にできる仲間モンスターが存在する。人物キャラクターは青年時代前半編までシナリオ進行により加入や離脱をするが選択により仲間にならないキャラクターも存在する。青年時代後半編ではグランバニアに登場するルイーダの酒場で主人公以外の人物をパーティーに加えたり外したり、 できる本作より、プレイヤーキャラクターの名前は、濁音、ク濁音が一文字としてカウントされなくなり、カタカナも入力できるようになった。現在のドラゴンクエストシリーズでは、定番となっている仲間モンスターシステムが初、登場したのが本作である。戦闘終了時に、特定のモンスターが、一定確率で起き上がり、プレイヤーの判断でそのモンスターを仲間にできる。 パーティーに加えられる。このシステムは自作にも継承され、後に、モンスター x 成 r p g ドラゴンクエストモンスターズシリーズへと発した。また、ドラゴンクエスト X でも仲間モンスターシステムが採用されている。本作で戦闘後にモンスターを仲間にできるのは、青年時代編でモンスター G さんと会い、馬車を入手後からであり、仲間にするには、 主人公のレベルがそれ相応に高い必要がある。一度の戦闘で仲間になる可能性があるモンスターが複数出現した場合、最後に倒した一匹のみ仲間になり得る。モンスターの種類により仲間にできる確率は個別に設定されていて、同種のモンスターは三匹まで仲間にできるが、二匹目、三匹目になると仲間になる確率が低下する。名前はあらかじめ決められており、 種別ごとに4つ設定されていて、決まった順につけられる。仲間モンスターは、主人公たちと同様にレベルや経験値を持つが、初期レベルが1でない種類や、レベル上限が99未満の種類もいる。武具も装備でき、作戦、命令を与えられるが、賢さが20未満の場合は、作戦、命令通りに行動しないことがある。いくつかのなどにはモンスター G さんの家があり、 仲間モンスターを預ける、パーティーに戻す、状態を見る、別れる、登録抹消、名前を変える、リメイク版のみことができる。また、仲間が増えて、パーティーの人数を増やせないときは、パーティーのうち誰か一人をその場でモンスター G さん、もしくは、ルイーダーに送ることができる。戦闘画面は、過去作品同様に移動画面上に開いた、ウィンドウ内に、モンスターが表示され、 ドラゴンクエスト E 以降で廃止されていた背景が復活した。戦闘終了時にはウィンドウのみが閉じてフィールド画面に戻るのではなく画面全体が暗転した後にフィールド画面に戻る。また敵側に対する攻撃や呪文がアニメーションで表示されるように言った。主人公たちの姿は従来同様映らない。また本作独特の要素としてモンスターが上下二段、地上。 空中に分かれて表示されるようになった。前作の馬車システムが継承されたが、収容人数が10人8人、戦闘参加人数が4人3人に変更された。また、前作同様上や、町、一部のダンジョンでは、入れ替えはできないが、馬車内メンバーのアイムや呪文は使える。馬車の入れないダンジョンでは、馬車内のメンバーが、経験値を得られない。戦闘中の入れ替えや、 総外デターンを消費しなくなった。AI、人工知能システムの変更も行われている。本作の AI は、最初から敵の体制などの情報をすべて把握しており無駄な行動は取らない。作戦は、前作に登場した6つのうち、いろいろやローゼが廃止され、代わりにコマンド入力で指示する命令させろが初登場した。 コマンド入力で指定した標的がすでにいない場合、本作からはランダムに他の標的に移行するようになった。無知やブーメランによる複数攻撃が初登場したが、画面右側の敵になるほど与えるダメージは減り、会心の一撃は出ない。本作では新設された身の守りが守備力の基礎値、防具を何も装備しない状態での守備力となり、素早さは守備力とは、 無関係となった。呪文体系も一部変更され、後のナンバリングタイトルでも受け継がれている。また、敵モンスターが攻撃呪文を受ける際の体制が、体制の工程によって、ダメージが増減する方式に変更された。なお、幼年時代は HP が例になる扱いが、死に、死亡ではなく、気絶、気絶となる。死亡とは異なり戦闘が終了すると、 HP が1になって復活するが、主人公が気絶した場合は、全滅扱いとなる。前作、ドラゴンクエスト4導かれし者たちの数百年後の世界が舞台。作中でも、前作の主人公である、伝説の勇者の物語が語られており、本作の物語とも密接に関係している。DS 版、ドラゴンクエスト5幻の大地の裏ダンジョンにおいて、 バイを基準に4が近い未来、V が遠い未来であると語られており、発売順ではバイが天空シリーズ最終章だが、物語上は V が最終章であるバイに後の天空城が登場。主人公たちの世界以降人間界と呼ぶは天空への塔やセントベレス山のある大陸が世界地図の中央にあり、その大陸を囲むように 各大陸が位置する。天空への塔は、世界地図上の座標で見ると前作と、ほぼ同一だが、前作の世界が、どのように、またどの程度の年月をかけ本作の世界となったかは、作品内では語られていない。フィールドマップは、人間界のほか、幼年時代で往来する妖精の世界と、終盤で登場する暗黒の世界がある。物語の進行上、 特に重要な道具について解説する。この節ではゲーム作品内で語られる設定を中心に記述する。人物名右の内の英語表記は日本国外の DS 版での名前。なお、一部の人物は言語によって名前が変わり、そういった人物については英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語の順に記す。内は ステータスウィンドウに表示されている仲間直後の肩書き、花嫁候補を除くであり、変更がある場合は、本文中に記載。ゲーム中は、花表記になる。本文中の呪文の詳細については、ドラゴンクエストシリーズの呪文体系を、ステータスについては、ドラゴンクエストシリーズステータを参照。物語の性質から、主人公をはじめ登場人物が年齢を重ねるのも特徴である。 リメイク版は男の子女の子にあらかじめデフォルト名が設定してあるが誕生時にプレイヤーが自由に変更できる主人公はスクリーンショット名妖精の世界に暮らす妖精やエルフ、ドワーフである人間界では子供にだけ妖精が見える主人公も幼年時代には妖精が見えるが青年時代は息子か娘が一緒でないと妖精が見えない 英語版で妖精族の名前は甘いものの名前で統一され、子供たちも妖精さんたちの名前って美味しそうなのばっかりという趣旨の発言をする。以下の人物はストーリーに関わりのある人物である味方の魔物を含む本作での主な敵組織。表向きは光の国の存在と競争への信仰を協議とし、各地での布教活動によって、 近年信者を大きく増やしている宗教団体だが勧誘した信者を奴隷として強制労働させる子供を誘拐するなどその実態は邪悪な教団であるリメイク版におけるイブール戦後のゲマの言葉によるとミルドラースへの祈りを行わせて力を届けさせ人間界への扉を開かせることが目的だったようである子供誘拐 特に身分のある者や金持ちの子を重点的にの目的の一つには自分たちの脅威である伝説の勇者の復活の妨害という面があった。セントベレス山の頂上に神殿を構える。以下は光の教団との関連がないか、作中で関連が示されていない敵キャラクターである。SFC 版をもとに新要素、新機能を追加したリメイク作品。 SFC 版の発売から11年半後の2004年3月に発売された。機種が PS2 に移ったことでグラフィックが向上した。ドラゴンクエストバイから採用された俯瞰方式の 3D マップを引き継ぎ、さらに従来は 2D のドット絵で表現されていたキャラクターがナンバリングタイトルで初めて 3D ポリゴンで表現された。またアナログスティックにより柔軟に キャラクターの移動が行えるようになった。アイテムを入れる大きな袋、仲間との会話機能、移動中のみなど、倍から多くのシステムが継承された。井戸の中に入る壺や樽などを持ち上げて投げるなどのアクションも可能になった。BGM のほとんどはオーケストラ版が使用された。多くの曲は1992年までに録音された。 NHK 公共楽団の演奏による曲だが、哀愁物語は、神奈川フィルハーモニー管弦楽団、ローリングダイスはセントラル、愛知公共楽団のライブ音源を使用。当時オーケストラ版の存在しなかった、数曲はシンセサイザーによるサウンドである。システムフォントは、ニースの JTCWIN-R4 を、アルテピアッツァがライセンスを受けて使用している。 戦闘参加人数が変更され、SFC 版の3人から4人に増加。よって、SFC 版ではエンディングでのみ見られた主人公、家族4人のパーティー、並び回復化が大神殿攻略後から編成できる。また、一度に出現する敵モンスターの数が SFC 版より増えるなどのゲームバランス調整が行われた。モンスターも 3D ポリゴンとなり、攻撃や混乱。 睡眠などのアクションが追加され、待機中も常にアニメーションするようになった。武器攻撃、呪文のアニメーションも一新された。戦闘画面のレイアウトも変更され、従来の作品では HPMP ウィンドウが画面上部に表示されてたが、PS2 版ではそれらが画面下部に表示される。レベル上昇時のステータス上昇値が SFC 版では固定方式だったが、p s 二版では ランダム方式となった。AI の思考パターン優先順位が変更され、時に無駄と取れる行動が増えた。作戦は一人ずつ選択できるようになり、俺に任せろの追加と呪文節約の廃止、みんな頑張れがバッチリ頑張るに名称変更された。SFC 版では青年時代編まで登場しないフローラが幼年時代編にも登場する。青年時代前半では、 天空の剣を取得しないと、ストーリーが進まなくなり、関連イベントがグランバニアで発生。石化より復活直後の男の子のセリフを必ず見る、ことになる。ストーリー上重要な位置づけであるゲマ関連の、イベントが追加、変更された。エンディング後の冒険の書で、パパスとマーサの過去に触れるシナリオが追加された、後日の名産品とも関連している。任天堂 DS での、 天空シリーズ3部作のリメイク第2弾として、SFC 版の発売から約16年、PS2 版の発売から約4年半後の2008年7月に発売された。PS2 版をベースにした移植であるが、画面仕様やキャラクター操作、コマンド仕様は DS 版4をベースにしており、キャラクターやモンスターは 2D で表現されている。BGM は内蔵音源だが、 タイトル画面の序曲のマーチのみ、東京都公共楽団演奏のオーケストラ音源になっているグランバニア即位式などでは序曲のマーチも内蔵音源。DS 版のソフトには不正コピー防止のためのコピーガードが施された。不正コピー品でプレイすると物語の最初に主人公が乗っている船が港に着かず、その先にシナリオを進められないようになっている。 フローラの姉としてデボラが登場。主人公の三人目の花嫁候補となる。それに伴い、彼女専用の武器、防具が追加された。オープニング直後のビスタ校において幼少期のフローラと共に登場する。Nintendo DS 版をベースとした移植。対応 OS は Android 4.0以上、iOS 7.0以上。SFC 版の開発当時、 主人公たちのほか、町人のグラフィックが、鳥山明により数点描き下ろされていたが、これらは没案となりゲーム中には登場せず、逆に SFC 版のサンチョやフローラ、ヘンリー、男の子、女の子は、鳥山によるデザイン画が描き起こされず、ゲーム中では、オリジナルのグラフィックが使われていた。後に発売された公式ガイドブックでは、 アニメーターの中鶴勝幸が代わりにイラストを起こしている。彼の起こしたイラストはゲーム中のドットグラフィックとかなり異なる、例、女の子、娘はゲーム中では安ンだが、イラストではおかっぱである。PS2 版では中鶴によるイラストが公式デザイン化し、ゲーム内のグラフィックも SFC 版、公式ガイドブックのイラストほぼ同じ姿となっている。また、リメイク時には、 中鶴のデザインをもとに、鳥山により、山頂、フローラ、男の子、女の子のイラストも描き起こされ、DS 版のキャラクターグラフィックにも流用された。また、PS2 版および DS 版の公式ガイドブックのイラストを描いたのは、漫画家の村上由美子である。SFC 版の前情報では、呪文アニメーションが取り上げられ、100の連続写真が、ゲーム雑誌などに掲載された。 だが、実際のゲームで味方側に、キャドウを使えるキャラクターが、人間、モンスター含めて一人もおらず、このアニメは見られなかった。こうした部分は、リメイク版で修正された。SFC 版は、効果音入り、チャプターなしで、メドレー形式のゲームオリジナルサウンドストーリーのみ、PS2 版は、ほとんどが公共組曲を流用、DS 版は、 未発売と厳密なゲーム音源のオリジナルサウンドトラックは存在しない。は廃盤。PS2 でのリメイクが最初に発表されたのは、ドラゴンクエストバイブクーと海と大地と呪われし姫くんも開発中であった2003年10月末のことであった。翌11月から画面写真が発表され、2004年1月には第19回次世代ワールドホビーフェアに出展された。 同月22日には発売日が同年3月25日と発表、さらに数日後にはドラゴンクエスト5の開け中のデモ映像を見ることができるプレミアム映像ディスク PS2 用 CD r o m が同梱されることが発表された。そして発売延期はなく3月25日に発売に至った。キャッチコピーは強き心は時を超えてが使われた。 出荷本数は2日間で130万本を突破し、発売15日後の4月8日には、それまでのシリーズのリメイク作品の中では、最多の150万本を達成した。2007年8月、天空シリーズ3部作である、ドラゴンクエスト4と本作、バイが任天堂 d DS でリメイクされることが、一挙に発表された。DS 版、4発売後の2007年末、 DS 版 V の画面の公開が開始。翌2008年4月には発売日が同年7月17日と発表された。6月25日に発売された結名詞のアルバムケツノポリス6においは本作とのコラボレーションが行われ、7月にはドラゴンクエストモンスターバトルロードと共にフジテレビジョンのイベントお台場冒険王に出展された。発売延期はなく、 発表通りに7月17日に発売された。キャッチコピーは受け継がれる強き心が使われた。発売後は2週間で日本国内出荷本数が100万本を超え、約1ヶ月後の8月12日には販売本数が100万本を突破した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。